ピンホールカメラは1ミリ以下の小さな穴から真っ暗な箱の中に光を取り入れて撮影を行う。箱の中に銀河紙という光に反応する紙を入れ、光を十分に焼き付けた後、銀河紙を特殊な液に通すことで現像していく。こうした現像の作業は暗闇の中行う。光を映した像が現れる。私と同じくらいの年の曾祖母。そして私を見つめてきた曾祖母。曾祖母が生きた時間を私は知らない。しかし曾祖母のまばたきはこうして今もここで続いている。